はいどうも、ビップです。やってきました。ビップです。よろしくお願いします。ビップです。はい、ということでですね、本日、即キュアシリーズです。はい、やってきました。即キュアシリーズ。知らない方はね、まあ、概要欄に忘れてなければ貼っておきます。僕のね、即キュアシリーズの再生リストありますんで、そちらからね、もうかなり人気のシリーズとなってますので、ぜひ見てください。でですね、本日の即キュア選手は、カブレラ選手です。はい、もう皆さんね、知ってると思いますが、僕、昨日生放送で累計で当てさせてもらいまして、これ結構かかってるからな、俺マジで。ガチャ累計次第で追加ガチャ考えてるからな、俺引くか引かない。カブレラブーマンハウレレオンね。カブレラブーマンハウレレオン、よーし、早速ね、もう即キュアにしていきたいと思います。はい、ちょっと見てみましょう。はい、ということですね、カブレラ選手ね、もうね、めっちゃかっこいいな。めっちゃ両手広げてるやん。包容力マックスですね。でですね、もうね、特訓レベルマックスまで上げてます。でちょっとね、 A ランクのカブレラ選手がいたので限界突破1進んでて、特殊能力ももう全部マックスにしました。はい、もうかなり時間かかった。見てください、もうこれコイン見て、コインほら5205コインしかないわ。うん、円でいいのかな、単位はダラーかな、円かな、ウォンかな、まあいいですわ。はい、でもう早速ね、レベル上げていきたいと思います。はい、いきますよ、長押しですよ、長押し、いきます。はい、ということで71になりました。ちょっとね、ストック経験値足りなさそうなんで、ちょっと A ランク変換してきます。でですね、皆さん思ったでしょう、カブレラ超1やけど極みにしないの。しますよ。はい、限界突破コーチ4枚使ってね。うん、僕 A ランクのカブレラ選手あと2枚あるんですよ。なのでその2枚を育てて限界突破コーチ2枚使うだけで済むんですよね。本当は普通ならそうします。大会まで時間あるんで普通ならそうします。ただ僕はもうこの即キュアシリーズをやりたいがために限界突破コーチ4枚使わせてもらいます。はい、アホでしょ。うん、アホすぎて草、もったいなくて草、アンモニア草、そんなコメントがね来るのは分かってますけど、僕はね、皆さんがこの動画を見て笑顔になってくれたらそれだけでいいんです。はい、ということで茶番置いときまして、限界突破コーチ突破しましょう。はい、4枚使います。いきまーす。いや、もったいな一言で言うともったいない。よし、5ね。はい、でレベルマックスしましょう。いきます、1234。はい、で OK ですね。はい、極みになりました。カブレラ選手即キュアです。はい、強すぎて草、これはやばい。じゃあね、早速ね、リアルタイム対戦で1番バッターにおいて試合やってみたいと思います。1試合か2試合か分かんないですけど、まあね、やっていきたいと思います。まあリアタイのね、リハビリも込めてやっていきたいと思います。はい、ということでやってきました。相手菅野投手か。しかもかなり打率高い方やったんで負けたくはないんですけど、ただカブレラ選手最低でも2回回ってくるかな、多分頑張ればね。表なんで裏だとね、ちょっと終了する可能性あるんですけど、よし、いきます。うわ、広角出てほしかったな。ブレちゃん、レラやん、レラやん。おお、ストライクか、マジか。フォロースルー見せたいな。やばい、即キュア企画やのにもう終わる。よし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 。でね、一つ疑問あるんですけど、今回ね OB で出たマーブーいるじゃないですか。なんでマーブーがアーティストでティンバリがパワヒなんですかね。そこちょっと疑問に思ったっすね、僕。だってティンバリホームラン数いかついじゃないですか。なんでやろな。ミスった。やばい、全然打てへん。ちょっと待って、集中しよう。菅野投手ほんま苦手やわ。お、抜けた、よかった。ボール球やったけどな今。で僕ね、サード宮崎選手からね、あれ、なんか装飾品変わってる。装飾品っていう言い方モンハンみたいであれやけど、あれ、こんな首に赤いブランブランしてなかったし、しかもソックスが上がってますね。西川選手もね、バット変わったりしてるんですよ、色が。あー、狙ってたな今。もう一回来るかな、ストレート。うわー、ここスライダー来るか。うわー、やってもうた。いや、回れる。よし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 。うわー、ちょっと待って、もったいない。今のホームランできたけどな。ここ浅村選手ですけど、どうしよう、交代しよう。 あとね、レオン選手の兄がレロンリーってことを教えてもらってありがとうございます。はい、兄弟揃ってロッテっていうね、うん、揃ってロッテっていう。
ごめんなさい、ちょっとこんな大事な場面で言うことじゃなかったな。もう一回ね、ちょっとね回したいんでね、ちょっとタイピン出てる、もう一回回したい、カブレラ選手に。やってもうた、もう最悪、コントロール悪いんですよね。オッケー、うわー、長距離しとけばよかった、打率5割近くあったからな。うまっ、ゲッツ、よしよしよし、ちょこの人うまいってマジで、よーしめっちゃ嬉しい、よし一人出た、回ってくる、よしよし集中しよう、もう菅野さんほんま打ちにくいわ、スライダーやな、あーそうやろな、スライダーやろな、うん、いやほんま苦手、ほんま苦手よ、あかん、こんな苦手苦手言ってたらほんまに打てへんぞ。じゃあここは一発にかけよう、うわあんま、やっぱこんなもん打てんくなってんねや、いやありえん、ありえへん、しゃあここ頼む、ほんま頼む、一人でよ、負けてもいいから、カブレラまで回すよし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 、来たよし来た、レラヤン、オッケーオッケーオッケー、ストレート投げてこんかったね、今ストレート張ってたんですけどね、この和気あいあいのルーティンな、ちょっと打ちにくいな、よし、ああか、レラヤンの企画終わり。はい、ということで2試合目なんですけど、ちょっとさっきの試合不甲斐なすぎたんで動画にするか分かんないですね、勝ったんですけどカブレラ選手で打てなかったんですよね、だから今回ちょっとカブレラ選手で打ちたいと思う、よし行くぞ、広角打法出てほしかったけど、いきます、ホームラン打ちたい、こういうフォローする見したい、よしよしまあまあまあ、まあ、打球が速いということで、うん、パワー強すぎて打球が速かったという結果で、もう一回回したいな、表やし、じゃあ1人出たらレラヤンね、よし出ろ、あベース離れてた今、ちなみに、ちなみにベース離れてた今、いやー頼む1人出てくれ、これボツなる動画が、さあ先ほど逆転ホームランの岡本選手ね、そのおかげでカブレラ選手回ったから、はい、ということでテイク3です、はい、まあさっきの試合も勝ったんですけど、どうやろう、流してんのかな、動画にしてんのかな、もしかしたら短くちょっとボツみたいななってるかもしれないですけど、もうボツです、あんな動画も、ホームラン打てんかったら意味ないから、よし行くよ、頼むよ、うわー広角とパワーヒッツ感か、絶対ホームラン打つ、これが2球目、あー行ってもよかったな、やばい、やってもだ、危ねー、ちょっとほんま下手くそなってるわ、やばい、ちょっと待って、リアタイなんかさサイレント修正かかってないですよね、なんか若干表示遅れてるような気がすんねんけど、投球フェードカーソルどうなんやろ、あそんなことないかやらなさすぎ、ちょっとカブレラ選手のホームラン打てないんですけど、なんで嬉しいけどさ、ギータで打っても意味ないよね、ちょっともう一回レラヤン回そうぜ、225、ちょっと待ってレラヤン回したい、いやあかん、これちょっと投球カットしよう、5球で終わりました、はい投球5球で終わりました、いい感じ、よし、ここ2人出ないとレラヤン回らんぞ、いやきっちり役割をね果たしたいですよね、そうですね、この起用に応えたい、やばちょ頼むほんまに、またボツなるこの動画、よし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 、ナイスカットボール、ここあえての春樹ね、よしここ出ないとレラヤン回らんよ、また動画撮らなあかん、バット変わってますよね西川選手ね、そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね、そうですよね、いやボール、もう今分かってたって、もう岡本選手めっちゃ打ちやすいんですよね、右バッターやけど、右バッターやけど打ちやすいから僕レギュラー入れたんですよ、ほら、まああのサードが、はい5試合目です、はい、僕もこんな試合したん半年ぶりぐらい、1日でリア対5試合したん、いやーほんまにもうカブレラ選手で打てないと、また先行頑張ります、ここはホームラン打ちたい、もうこれ最後ね、ほんまにもう5度目の正直ね、
もう暑すぎて扇風機つけたもんな、ほんまに。緊張してるんですよ、なんか逆に。いやーいやーよーし、やばい。よっしゃよしね、やばいでしょ、筒香選手マジでいかついんですよ。ホームランでしか点取れてません。はい、ってことですね、カビレラ選手ホームラン打ちました。はい、さっきのねホームラン打った試合は負けたんですよね。はい。まあちょっと動画にするつもりなかったから全然ちゃんと撮影してなかったんで、うわ撮影しとけばよかったな、ちょっと負けるとこも載せたかったんですけどね。はい、まあそんな感じでカビレラ選手はすごい打ちやすいということで、大会もレギュラーで使っていきたいと思います。はい、ってことで今回の動画は終わりたいと思います。VIPでした。